天気が悪うございますよ。そう、ね、できたよね。皆さん、あのドボンのドボンよろしくお願いします。カードわっ、アンロッキー、なんかハロ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 、ドボンやろうぜ。そうなんですよ、ドボン。どうします？ありがとうございます。え、近い、ニッパー？嘘、ほん、え早、始めるの早かったかな、ごめんなさい。ねえ、本当に私もびっくり。声つけ、嘘ですよ、言っていただけるっていうのは、ちょっと調子に乗っちゃったってだけです調子に乗っちゃったね、ぎこちないよね。それはそうなんだよね。ヘリウム使ってないわワンちゃんの散歩いいの、ワンちゃんいるの、もやし買って、嘘かい嘘なんかい、苦力が足りないかなアナウンサーなりたいって思った時もあったんですよ、あのアイドルになってからね。将来アナウンサーなんてなれないかなみたいなことを考えた時はあったんですけど、いやー、これは無理じゃなーってありがとう、じゅんじゅんさん、だるま、ありがとう。ケミスト、そうなの、あかりんさん卒業セレモニーが、あ、止まってる、本当大丈夫かな、嬉しくて、うん、週イベントおね、よろしくお願いしますって書いとこ、お願いします。そうだよね、短縮だよね。ご協力お願いします。水着だけど大丈夫なの、もし電池がひっくり返って私が1位に、うんと、マッサージしますがんばりますウケるあのマッサージします、あ、そう、エステ行くか、エステ行くわ。帽子だからずっとこうやってフラフープしようかな、間に合うの、2人の推しの方が、2人の推しの方があれでしょ、あのマジムリ学園の話でしょ、
チカの推しがになるから私推しになればいいんですよ。わめくびれはねあるの。みねまちさん一緒に頑張ってほしいです。くびれの情報ね、激アツ激アツ知らん。なるようになりますよ。何パーセント5って、なんかのきっかけ、出遅れた、ハゲ像は、はわかんないです、どんくらいあるか。誰？のって。だって流れに沿うままに全力支援。じゃなくて一緒に戦いましょう。見えたんですよ。あ、配信ですか？嬉しいですし、まあ、そしたらまあその方も好きだからまあしゃあないっちゃしゃあない。Wi-Fi 頑張れ。え、でも結構もう伸びたと思うんだよね、私。ゲストメンバーに入ってること知らないし、びっくり。マネージャーさんから来て見とろ。あれ？なんかその、なんて言うんだよ、毎回そう、なんかメンバーもなんか呼ぶかもみたいなことは聞いてた。名前があるのが知らなかった。5枚中3枚は鎌地さんのか、え、15枚ですか。キッチさんハート、ハートありがとう、ありがとうです、キュンです。と思って、しかもおみで倍率高そうだね、記念日だもんね、記念日だもんね、それ記念日だからどうなんだろうね、みんな当たるかな。舞台はなんか嬉しかったけど悔しかった、若干。そうね、そうなの、歌とダンスもあるからね、練習しないとね、合間を縫ってね。こんにちは松ぼっくりさん、ハートありがとう。ショールームでサプライズ発表？そうなの？え、でももうだって情報は出てるもんね、出てるもんね、情報。何をサプライズ発表するの？
私の日程は出てましたよ。ね、何が発表されてないんだろうね。え、どうだろうね。そうだよね、私踊ってるとこ見たことないですよね。なんか舞台となんちゃらかんちゃらって書いてありましたよ。なんちゃらすごいさ、みんなと同じ立場にいるみたいな感じなんですけどさ。ね、千と千尋のやつね、気になる。松ぼっくりさん、三八さん、ハートありがとう。私がフライングしたのこれ。大丈夫ですよね、私変なこと言ってないですよね。あ、大丈夫。え、不安になってきた。黙っといた方がいいかな。何も喋らん方がいいかな。え、なんか変なネタバレとかしてないですよね今。あ、大丈夫あ、大丈夫ですか。どうも、あ、大さんありがとう。今日したよね、覚えてる。私応援するぜ、ありがとうありがとう。あ、公式載ってるよね。よかったよかったよかった。多分私公式載ってることしか知らないと思う。名前？ゆきなって名前ですか？そう、ゆきなも発表以外知らないんですよね。そう、今日のあれで何を発表するかも知らないんですけど。何をするかもまだ分かんないけん。大丈夫？あ、ありがとう。ね、出てるよね。よかった。何をするんでしょうね。書いてあるもんね。よしよし。ね、かな、絶対ズッキーナっていうのでさ、わざとなのかな、あの決めた人のどう、これぐらい、うん、見て。ほん、確かにさすがにまだコールとかできなさそうだね。アニーズてるさん、雪グマ、アイスクマ、ありがとうえ、遅れてないよ、ありがとう、サチね、決めた人すごい。めっちゃ日本人ですよ。私何人に見えました？ね、で狙ってますよね多分。あ、インドネシアから、カナルカン、ナマサユキナ。あ、そういうことね、そういうことね、そういうことね。でもなんかちゃんとあの公開しましたって連絡来たから、あの大丈夫だと思う。やっほー。演技やったことない。私演技は発表会ぶりの演技だと思う5歳か6歳、5歳かな、5歳ぶりかな。15年ぶりの演技ですかね文化祭の劇やってない。幼稚園の時はみかん狩りをねする役だったんですよ。あと、みかん覚えてるのはね、みかん狩りでなんかこうやっておいしいねっていう 役があって、あともう一個、あのお料理教室のなんか役があって、あのレッツクッキングっていう役があったんですよ。だからそれ以来の演技かな。なんか15年ぶりだからちょっとブランクがね大きいので何をブランクやねんって感じなんですけど、緊張してるんですけど
てるさん、くまちゃん、ありがとう。なんかみかん狩り、なんかその思い出を作る、思い出をなんか振り返る劇だったんですよね、それが。でそのみかん狩りに行ったから、そのみかん狩りのシーンをこう再現するみたいな、こう撮って「おいしいねね」みたいなのをして、そうちょっとね、そう空白期間がすごい長いんですけど、そうまあだから、そうですね。ひろきさん、バラありがとう。なになに、みかんは買っても親父は買わないでね。どういうこと。アーサーさん、雪だこありがとう。なに、おすすめプラン今してもいいよ。今見れるよ。やん、よかん、私だ、何の役をするかも知らないので、てかな、サプ、何そのゲストが演じるゲストなのか、何をす、え、何、演劇をするのかさえも分かんない。分かんないから分かんない。あ、そうなの、な、何をするかもほんまに分かっとらんのですよ。で多分ね、そのヤンキー役に関しては多分私があの方言がさ、ヤンキーっぽいけんするのかな、するのかな、アクション、ちょっと股関節柔らかくしとかんと、どうなんだろうね、気になりますね、気になるな。 Wi-Fi やばいかな、 Wi-Fi やばい、どうしよう、まあ、いっか、はーい、何もまだ分かりませんです。本当に本当で、あの今演じてるわけじゃないんですよ。あ、本当、前回の真面目りの舞台と同じだら、一応本人役少しだけ設定。あ、そうなんだ、どんな感じなんだろうね、不安定、ごめんね。パンチだ、パンチね、最近やってるから結構得意ですよ。てるさん、タコありがとう。イエーイ。素で大丈夫って誰がやねん、誰がやねん。どう、強くない、キックもできるから。マジでマジでキックもできる、なんかそのやってるんですよ、そういうやつを、なんかちょっとプログラム的な感じで、なん、へいみたいなやってるんですよ、なんか本当にやってるんですよ最近ね、最近やってて、だから強いんですよ。だけどそんな感じ、カムチさんがだから本当は一番強い説。もうチームエイトでもう殴り合い、取っ組み合いの喧嘩をしたらもうユッキーナが頂点よね。何日目よ、2回目。それはあ、リリーさんより強いかもしれない。リリーズブートキャンプ。これ私ちっちゃい時やってたよ、家族でリリーズブートキャンプですよ。隠してる、隠してるんです。てるさん、雪だるまありがとう。え、プロレスとかやったことない、メンチ切ってみ。争い大嫌いです、喧嘩だから。違うのだから、争いしたくないって言ってたのは、すると私が
ら相手が怪我をしてしまうからしたくないってことだったんですよね。嘘ですよ、はい、これは全て嘘です。だるまたくさんありがとう、この詰め合わせありがとう。峰松さん雪だるま何言っても弱そう、バレた何だったのかな、知る前からしてたけどな、もしかしたら感づいてたのかもしれないな。そう、隠してずっと出さない。こんにちは。あ、鳥小屋？鳥小屋って、マジスカ学園ってさ、いつしてたの？しのさんハート、まこさんバラありがとう、てるさんだるまありがとう。弱ったり弱いかもわかんないけど、 2018？ 舞台じゃなくてドラマ？知らなくてアイドル10年近く前だねなんかすごい、すごいすごいドラマの時、でも小学校とかすごい流行ってまして、わかんないけど峰松さん雪だるまありがとう、チュンチュンさん、しのさんハートありがとう、キュンです、ポケットからキュンです、え、何落としたの、キュンです、君がくれたキュンです、でも君にあげられなくてシュンですわからん、わからんけど多分流行ってる。フグ結局変えとらんのですよ私。そうそう、その神セブンも本編も分かるっちゃ分かるけど分かんないかも2010年か、10歳、小5。 YouTube はゆる、何何マジスカロクンロ、ドラマも見たことないの私。てるさんハートありがとう、だって当たり前どこに行った当たり前どこに行ったの、あ、待ってもう一回、ちょっと逃した、もう一回。こじはるさんそれ知っとるで、すごい、だってすごい、絶対すごいドラマでしょ、だってね、予習し、そうだよね、予習しなきゃだよね。勝利の手羽先、手羽先キーや。いやちょっとまた違うネタでもう一回期待してます。ありがとう。キュン。空のところ？電話したかってこと？空のとしてないしてない。そうだよね、レンタルしたいね。なんかあれじゃ、なんかで見れたりするの、動画のあれの、あのアプリとか。あ、パラビなんだ、そパラビで見れるんだ。頑張ってください、ありがとうございます。ぜひ私をカードを入れてほしいです、よろしくお願いしますよろしくお願いします。DVD 持ってるの？すごい。あ、そうなんだ。アマプラでも見れたんだ。え、だ、何時にしてたの？何時頃にしてた？
あの真面目にをテレビでしてたのは知ってるんですけど、私ちょうど寝てたんですかね。あ、そういうこと。山口に結局会ってないの。空野もね、宮崎に帰っちゃったみたいで。そう、多分深夜だよね。こんにちは、こんにちは、頑張る、応援してるで、ありがとう。あの一緒に、ぜひあの一緒に頑張ってくれると嬉しいでございます。マジムリみたいね。わ、ありがとう、来てくれて。また来てください、ぜひ。また来て、岡山で放送してないかも、してないのかな。でも岡山テレ東放送してるで。テレ東だった。私ね、小さい時早寝早起きだったんですよ。まあ、実際ユッキーナ、本当にこれだけは言ってきたけど、ユッキーナマジで元ヤンでもないし、あのパリピでもないし、ただの普通の人ですから。本当にこれだけ、本当になんかたまにそういうキャラって言っちゃうけど、あの本当に違うからね。ウラッチはあのね、岡山のキャラクターなんだな。ほんまに健康有料児やったで。え、日テレ東京、あ、そうなの。いや本当にマジで、だってさ、いろいろ言うとさ、元さやって何、元さや遠藤。元さや遠藤って何ですか。え、私本当に高校遊んでないんですよ。3年間で遊んだ回数な、10回あったらいいと思う。そう、元さや遠藤って何ですか。そうなの、ゲームも、そう、ゲームもお家になかった、ずっと。トープロレス見たことないの私。え、ドラマは見てた。お母さんもドラマ好きだから本当に信じて。信じて。本当に遊んでない。だって月から土は学校だったんですよ。学校で日曜日はたまに遊ぶか寝るか宿題するか。もっと元のさやに収まるだよ。復縁どういうこと。元さやって結局は一度離婚したものまたは仲違いしたものが再び元の中に戻ること。私関係ないんですね。では、お、一応4月でドリームカード3枚。優しい、みんな優しい。あのね、みんなにね、これここ本当にあの拡散、あの今から言う言葉を本当にあの全員に伝えたいんですけど、全員に伝えたいんですけどね、あの微力ながら頑張りますっていっぱい言ってくれる人がいるんですけど、みんな微力じゃなくて、あの怪力ですよって言いたくて、あの謙遜しないでも怪力ですからと思うんですよ私は。伝わります。本当にあの微力じゃないですから、微力じゃないですから。そう、腕力が良かった、それはごめん。それ腕力なんだ。あ、ワルキーが良かった、ワルキーさんでもいいです。長州力さんが良かったらもういいですけど、あの微力じゃないですから、あの、まあ、でももしなんか微力って思ってても、それがいっぱいみんながしてくれたらもう大きい力になるから、あのそんなこと言わないでくださいって感じですよ。ラムマンボーさん、ハートありがとうございます。待って、ポリンキーが分かる。
チリツモってやつです。なんかさ、最近なんかチリツモって言葉流行ってない？サンダーさんほんまに関係ない、見たことないよ。え、イントネーション違う？ポリドボンのコメント作戦？展望は展望、あ、古い CM な、ちょっと YouTube で調べ、ポリキーさん、みんなが言う、ポリンキー、三角形の秘密はね、美味しさの秘密はね、教えてあげないよ、じゃん。わかんない、これ初めて見たよ私。え、知らない、今ね YouTube で、なんかそんな人名前いませんでした、ドンタコスさんみたいな人。え、じゃあお菓子のこともさ、ポリンキーって言ってるのみんな。ポリンキー、ポリンキー、じゃん。ジェネギャ、ドンタコス、え、ドンタコスさんって人いませんでした？ドンタコス CM 調べよう。でもこれ結構中毒性あるね、ポリンキーね、見たことないよね、見てみね、見てみ、あ、ドンコニシさん、どん、え、でも違う、ドンコニシさんは知ってる、ドンタコスさん、本当に、え、でも本当にドンタコスさんっていた気がする、いないのかな、ドンタコスさん、ドンコニシさんだとの間違いなのかな、ドンタコスさん見るね、ドンタコスったらドンタコスって言ってる、嬉しい、もうすぐドンタコスが食べれる、ドンタコス。え、初めて見た、これもドンタコス、ドンタコスったらドンタコス。杉薬局、杉薬局、杉薬局、杉薬局にあるの。ね、CM 面白いよね。え、ドンタコスさんさ、ドンタコスドンタコス人、こんな出てこない、ドンタコスさん。ドンタコスさんいないの、チートしてくれたの、平成じゃ、平成、床に、床机にポンポンポンってなっとるけんさ、時代遅れ、どうしよう、どうしよう、待って、みんな待って、みんな、ちょっと待って、ダータンでしょ、私のルームなのに私部外者になってる。あ、ピアノってちょうだいわ、私気に入ったかどうかではないかもしれない。チョコレートファメイチ流行語、ありがとう、すごいね、流行語になったんだ。すごいね、癖強かった、ちょっとあの私でした。インパクトが強かった。ポリンキーが三角形の秘密ね、ちょっと待って、みんなもうあの昭和の話について、すごいね、
でもあれだよね、昭和の知識は入れといた方がいいですよね。車にポピー、何それ。あのそう、あこれでそう大人の方たちと会話ができるわ。まだ何を調べるんだっけ。ポピーだっけ、なんだっけ、なんけなんけなんけ、ちょっと待ってね。ケイイチローさん、雪だるま、ありピー車にポピー、他にはやっぱりさ、ほらね、大事好き。車にポピー好きかもしれない。車にポピー好きだわ私。もう一回聞こう。車にポピー。面白い。なこれ、なん車にポピーって何のやつなの。ツンタカタ、みんなこれ知ってるの。みんな知ってる。あそうなん、漫才中も方向剤なん？ね、面白いよね。方向剤、そうなんだ。知ってるんだ。マジ？私なんか多分、じゃあ私の多分みんな絶対ね知らん、おもんないって言われるかもしれないんだけど、私がよく友達とね真似する CM は No more rule Kane ってやつ真似しますね。絶対わかんないっしょ。コメント欄すごい昭和の方が多いみたいですね。コメント欄に令和の方はいらっしゃいますか。最近そうケイト、コスメのケイト、そう、それをがあの私の友達のキノちゃんが、で私ねケイトのモノマネめっちゃうまいんだよとか言ってやってて、ロレアルじゃないケイト、いや塩月ケイトさんめっちゃ可愛いよね。令和の人は何歳？今令和って何年なの？今令和2年？かん、でも日本全国多分してるよこの CM。 令和です、みんな令和だね今。令和3年なんじゃ。そうか、あれいつ令和になったっけ。令和3年じゃよ。令和、そっか。え、なんか皆さんさ、私多分令和になってからアイドルになったわけじゃん。平成と令和の変わり目どうしてました。いつだっけ、5月1日から、5月1日、記憶ない。
なんかさ、例えばジャンプするとか、なんかパーティーするとか、なんかあの令和になるにつれて焦るみたいな。でした？令和に取り残、令にじゃ平成に取り残されるみたいな。5月だよね、5月。ウェイ寝てた？私何してたっけ？そんな年頃じゃないね。そりゃそうか。あれ2019年5月?8月だ、この写真は。8月、5月。これ5月。あれ2019年5月これ、あれ5月の写真ないぞ。4月はあるの。4月はあるでしょ。これも4月でしょ。あの5月、多分令和で初めて撮った写真がきのちゃんの変顔でした。いや5月2日にあのきのちゃんの変顔3連発が撮ってあります。それが多分私の令和の初の写真です。まさかのウケる。あ、ちゃんと可愛い写真も1枚ある。のせ怒られちゃうよ。そう、3連発なんか4枚あって、写真が3枚が変顔で1枚がちゃんとめっちゃ可愛いやつめっちゃ可愛いやつ。あ、そのあと、あ、待って、まだいっぱいあった。オシリンの写真もいっぱいあった。オシリンの可愛い写真もいっぱいあった。あ、なんか5月2日にオシリンとキノちゃんと3人であのオシリンのお家にお邪魔してますね、これは期間は2月28日か、とりあえず予選が3月いっぱい。え、お尻の変顔もあるよ。お尻の変顔もある。なんかおし、ち、あ、思い出した、今この写真で思い出した。なんかあの自撮りってどうやって上手に撮ったらいいんだろうっていう、あの一人で自撮りとかしないじゃん、そういう話をしてたんですよ。こんにちはそうそうそう、してて、あ、でもこれあれだな、お昼だな、お昼だ、お昼の、お昼に撮ってますなんかさ、おしりんのときのちゃんの撮影会してたの。いいよいいよ、かわいいよっていや私自撮りやってなかったから、え、アイドルになるまで一人で自撮り、変顔、なんか友達に変な顔送りつけるぐらいしかさ、しなかった、しなかった。そうだね、5月もしの可愛い自撮りと変顔いっぱいある、ね、平成最後の〇〇ないね、特に。何も長演だったのえ、残ってる残ってる、お尻の可愛い写真とか。高校生、え、私高校生の時に自撮りをがほぼないんですよ。だからまず携帯変えてないんですよねでもゆきなちゃんの白目はあるんですよ多分。6月頃に撮っ、これ、あ、7月13日にすっごい綺麗な白目を撮っててあるんですけど、ちょっとさすがにそれはやばいかもあ、握手会があったんだね、白目ね、本当に私白目綺麗なんですよ。あ、ゆきなの白目興味ないですかえ、そう、本当に、だって私本当に今、ま、それまで、ま、友達とこうねツーショットとかはあったんですけどね、あったんですけど、あの一人で撮るとかないから、アイドルになって急に一人の写真がカメラロールでこう満たされてしまって、すごいなんかうわーってなってて、そう、
違う、あと白目むくの本当にピカイチで、だってきのちゃんはゆきなは一白目が一番可愛いっていうぐらい白目可愛いらしいんですよ。そう、一人で白目の写真あるんですよ。あるあるある。そう、真面目にゲットしちゃおめでとう、ありがとうありがとう。白飯じゃない白飯じゃないんですよ、白米じゃなくてね。夢に出てきた、何してた。水着写真ない、ない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 。バックアップ機能みんながバックアップ機能してくれれば。やばいって、恥ずかしいって。だってこれすごいもん、これなんで、これなんなんですかね、この写真は。なんかその写真がね、なんかカメラアプリでさ、エフェクトってあるじゃん。エフェクトってわかります？なんかさ、加工っていうんかな。なんでないんや、だって着る機会ないんですもん、岡山海あるんですけどね。でね、なんかそのエフェクトでここに何もしたくないっていうあの文字が書いたフィルターエフェクトで白目してるんですよ。よりめこないだしたじゃん、よりめ。え、シュークリームいいな、食べたい、シュークリームください。確かにその時からナルトでに出会う運命だったのかもしれない。篠谷日向の親戚白眼海岸してたのかもしれない。で、私がですね、3位以内に入ったら白目カットが入るかもということで。お疲れ様です。あ、おはよう。ずるい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 。え、そのかじるバ、ね、かじるバターアイスってさ、どうやって食べるの。あ、じゃあいいですか、じゃあやめますやめます。え、かじるバターアイスってどうやって食べるんですか。そのまま普通にさ、丸ごとバターをさ飲み込んでる気分になるの。え、アイスなの、それともさバターを凍らせた感じなの。プラメでおなしゃす、プラメ取ってるんですか私の。違う、それってあれな、バターとして使う、それともアイスとして食べてるの。あーで NG かもね、確かに。トーストにのせるの、アイスなの。え、どういう味なんですかね、どういう味なんじゃろう。悪くないけど良くもないけど。そうなの。だってさ、パンケーキに乗せて食べるんじゃったらさ、バターかやえじゃないですかね。あ、白い恋人ドリンク私も飲んだよ。あのね、ツイッターの下書きにずっとある、ツイッターの下書きに眠ること2週間。飲みましたってつぶやこうと思って書き書いて2週間。撮ってるんかーい、なんやなんや。岡山県人には何。え、美味しかった、めっちゃ寝かせすぎだよね。アイス食べてない。そう、下書きであるんですよ、新商品ゲットとか。でも新商品じゃないわな多分もうな。いや、あの普通に飲んだんだけど、その時にこう持ってこう写真をこうね、この物撮りをしてね、新商品ゲットしたよっていうのをつぶやこうかなと思ってしたんだけど。いや、アイスはええやんかさ、下書きに眠っとるだけじゃけん。そう、物撮りをしたんですけど、今日なんか写真載せたいな。ロッ
ケのチョコパイのアイス。何それ。え、なんかアイス食べたいけどさ。え、でもアイスってさ、お菓子じゃないからいいよね。なんであけんかったんじゃろうね。血迷ったんじゃろうね、きっと。え、シェフの写真は載せない。自撮り講座はね、私に聞かない方がいい。私ね、私人を撮るのは上手なんですけどね、自撮りとか撮られるのはどうも苦手なので。うん、アイスってさ、お菓子じゃないから食べていいよね。冷たいからカロリーズだよね。ね、アイスとプリンが大丈夫じゃろ。違う、砂糖が入っとうとかはもう全然関係なくて、ラーメン乗せるの朝見ようかな。ね、じゃろってめっちゃ言っちゃうんだよね、私多分普段から。え、水着写真ないの。私水着写真撮ったことない。あのちっちゃい時の水着写真になりますよ、小学生とか。多分アルバム探れば、あの小学生の時の、あの旅行の時の海に行った時の写真があると思います。いや、載せないですけど、でもそれしかないと思うな、私。うん、それはいらんでしょ、みんな。うん、食べてる配信あんましない。で、送り、需要ないから。AKB 入ってから、ない。私、まず大学生入ってから海とか行ってない。プールとか。特殊なんとか特需って水着持ってないかも。え、水着持ってない、持ってない。え、ないあ、あるよ。ない。日焼けしやすい、ないと思う。中学のやつないと思うな。水着自分で作らないし、何それ。溶けるあれやん、ドッキリグランプリのやつじゃろ。プール行かんくないですか。え、すく水も持ってないと思う。送って名札書いてるやつ。え、いや、それは昔はね、小学生の時とか着てましたけど、ないと思う。皆さんお好きなんですね。そのけんさん、なんかさ、ほら大学生のさ、ほら、あの私のなんかほら大学生のさ、パリピな方と言われましたらさ、ナイトプールパシャパシャみたいな人でしょ。わかんないけど、そういうの行ったことないもん。褒めました。ね、コメント欄が盛り上がってますね。健康日ってどういう感じ。カード弱いけど新数券ありがとう、頼んだ。よかったら、あの一押しガチャ引いてください。よろしくお願いします。そうですよね、多分ね、私多分そういう私推しになってない気がしますね。アイドル？わかんない、初めて聞いた。多分私じゃない気が。スクミズ持ってない。虹のコンキスタドール、え、調べてみよう。ちょっとメモっとくね。
ゆきなのおみがどういうことだよどういうこと、ちょっと待ってよ、虹のコンスタドール、コンスタドールにじますさん大好き。あ、コンキスタドール、コンキスタドール、虹のコン、あ、出てきた、コンキ予測変換で。え、結構何、最近話題のアイドルさんですか。にじますさんすごいね、マジで可愛い。ゆきなの笑顔が本当に思ってくれてます、それありがとうございます。え、制服着たい、制服着たいな。あ、でもやばいかな、21で制服着たら。クロスリーさん可愛いね。ねえ、アイドルさんの歌詞ってさ、ピルアポさん知ってますよ。始まりのね、始まりだよ、始まりのね、知ってますか、ピールジアップルさん。70歳のコンポタージュ面白い。学校の制服デザイン、うん、好きだった。これぐらいしか言えないけどバレちゃうから、好きでしたよ。ピールジアップルさん好きです。確かにマジムリ期待ですね。どんな制服バレちゃうじゃん、学校がミセスグリーンアップルさんも好き。私ね、あのスカート折ってないんです、残念ながら。あの折るタイプの女子じゃなかったのでちゃんとあのひ膝が隠れる長さでしたよまあでもさ、高校バイトところでって感じですけどね。確かに確かに確かに。本当に全く折ってない、折ったことない。なんかさ、みんなさ放課後になった途端に折ってさ、なんかさ街へ出かけるわけですよ。私折ってないですから全然全然大丈夫ですよ、気にしないでくださいね伸ばすタイプではない。多分ね、友達、私がアイドルやったこと知らないんじゃないねねね、吉井美優さん、本当に私吉井美優さん推しです。いつでも毎日服装検査かかってこいみたいな状態でした。伸ばすタイプ、伸ばすもないもないよね。だって私も最初からもうこの長さってなってて、もう切ったり折ったりできないようになってるから。上って何、上って何もしとらん、いじってないんです、そういうの。真面目でしょ真面目でしょ。私試験官はね、こうやってやってましたよ兵庫県は何、短いん長いん。ふなさん一番星で、そりゃそうだよ、だってもうアイコンから見たら分かりますよ東京なんか短いイメージある。あ、自分で言っちゃダメだったかな。メガネ、メガネ、コンタクト、なんかコンタクトはほとんどあの学祭の時だと、体育祭の時だけコンタクトで、あとはメガネ日本一で長かった。え、そうなの、優等生やって言っとるやん新潟短いの。でも岡山も短いところは短いと思う、短い人はね、人によります。でもなんかそんなこう足首ぐらいまでの長い人は、長いのはないと思う。メガネ取ったら美少女のパターンじゃないんですよ私はあの席は一番後ろの一番角っこが好きなタイプですあ、
あ、自称よ、じゃあ分かった、じゃあ自称ヤンキーの方がいいかな。そう、真面目真面目。そうよ、真面目な子が好きで、そんなあなたにはかまちゆきながぴったりかもしれません。ウケる。早弁？早弁？早弁ってなんだろうな。ご飯学校な、学校でいっぱい食べてたんですよ。なんかお昼ご飯持ってって、間食用の持ってってて、さらに間食用の持ってってて、あの授業が終わった後に、全部の授業終わった後に夜に食べる用も持ってってたから、なんかもう間食っていう概念がないですかね。野球部かよって。あ、一押し決定、ありがとう。ね、意外ですよね。そうだと思います。一番悪いことしたのは何？一番悪いこと？一番悪いこと？一番悪いこと？お、チームとか言ってない。それだけで嬉しい、その言葉が、ありがとう。一番悪いこと、例えば窓ガラス割ってない、掃除サボってない、盗んだバイクで走り出してない、うん、なんだろう、あれかな、英単語テストを真面目に受けなかったこと。毎日、ま、漫画とか読んでたらね、もうバレるんですよ。もうね、教室全部見えるから。そう、初めて来てないじゃないですか。マラソンなかった。なんか英単語テスト、もう時間内に解かずに、終わった後でもう答えをピピピって見て書いてた。授業中抜けた、したことない、したことない。おだえりさんがゆっきだによろしく。ね、なに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 。上靴に近い土足で歩いた。してない。屋上行ってない。あの、でも屋上に、あのね、屋上に行けない、屋上空いてないんですけど、屋上のギリギリの階段あるじゃんか、こう階段、そこでなんか一人になりたくて、そこで日本史の暗記をしてました。下履きの裏に画鋲は、されたこと、されたこと、勝手に刺さっちゃ、されたことじゃなくて勝手に刺さってたことがある。そう、勝手に刺さってたことが、あとあれだ、図書館の本をめちゃめちゃ滞納してた。図書館の本ね、1年くらい滞納してたんですよ。返すのずっと忘れて。それかも。隅っこから真ん中から応援してよ。そう、なんだったっけ、あ、なんかそれもね、なんかその一番最初に、メス悪いじゃろ、なんか一番最初に、あの図書館ガイダンスみたいな、図書館ガイダンスみたいなのがあったんですよ。初見です、こんにちは。ガイダンスがあって、それでなんかお互いに本を選んであげて、なんか借りましょうみたいな。でその本は全然興味がなくて、ただ家に持って帰って一生読まずに、一生持ってこずに、そのままで、そのまま1年経ちました。そう、あ、返してくださいって言われて、あ、持ってこなきゃと思って忘れてた。ずっと忘れてた。ガクさんハートありがとう。マイトガイちゃうね。ちゃう。あ、廊下鬼ごっこしたことある。放課後夜7時半とかかな。そう、
してないしてない、切り抜きとか。図書館行かなかったし、図書館一回その一番最初の時しか行ってない。7時半、夜の7時半ぐらいとか立たされたことないですよ。でしょ、真面目なんだってば。あ、教室にあの松岡修造さんカレンダーがありました。日めくりカレンダー、あとの隣にノンスタイル井上さんのあの日めくりカレンダーも置いてあった。男はって何？あった、あるよね。めっちゃそれ楽しみだった。写真集イベントはの各グループのあのドボンとか大富豪とか七並べとかそういう麻雀とかそういうやつでポイントを競うのあれです、イベントです。ご協力お願いします。めくって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 カレンダー大人向け。忠誠心、そんな重く考えないで。あ、じゃあドボンの話する、どんな話しようか。え、イベント期間だけでもいい、うん、もちろん、だってみんな推しいるでしょ。私にあの世界史の いつもはそう、ちょっと圧かけていいじゃん。28日からで、今そう、1位だったらソロ写真集、2位と3位が雑誌掲載、そうね、6時半まで配信なので。イベント期間は？もやし、あのまず、じゃ待ってね、丸1、おしゃれなんで大丈夫、協力してくれるんです、協力助けてくれるんですか、ありがとうございます。コインが貯めて貯めてください。一つアカウントが、それは私が2になるってことですか。私一押しガチャ10回回したずっと貯めてたから、最初の3日で1ヶ月分やる。皆さんよろしくお願いします。初見さんがこんにちは。そう、まず、みんなに言いたいのは、ちゃんと寝ること、ちゃんとご飯を食べること、ちゃんとちゃんと休むこと、これは守ってやりましょうね。これは守ってドボンしましょう。マジでね、はい、あ、お仕事もちゃんと、お仕事勉強もちゃんとしましょう、はい。もやし生活食べましょう、参加します、ありがとう。そうだね、私の場合特にゴールデンベッドタイムがね、デートとか、デートとか、なんだろう、例えばそういう用事があったら専念をしてください。うん、ラーメンも食べていいです。魚嫌いだったら食べなくていいです。明日、まあ
メモしましたか？お話し会も でもそんなことあれですね、言ってられないですか。私も何心臓を捧げる、すごいすごい壮大なことになってきちゃった。それはやばい。パチスロって何？パチスロ、あ、ギャンブルってこと？あ、ラーメン二郎はもやしいっぱい入れてんじゃない？ゴルフ行きな行きな、ゴルフなんて行きな行きな、娯楽も大事。娯楽も大事。そう、小学校みたいだね。だから私もあの運動は毎日します。ドボンもするけど、あの自転車こぐ運動の時とかはドボンしま、ドボンしながら自転車こぎます。他の子の配信を見ててもドボンしましょう。自己判断にお任せします。運転中はダメですよ。運転中とあのリアル自転車こう、あ、そう、2日ぐらい運動休んで、それはしょうがない。もう危険、電車の中は大丈夫。そう、ありがとう、あのありがとう、あの皆さんに返信したい。オートにする、真面目に違いますから。いけない、ごめん、揃わない。がなんか協力してくれたら嬉しいですがですね、音ゲー以外のソシャゲ、するから。わ、ありがとう、優しいね、みんな。まあ石油難しいよね。そう、ソーシャルゲーム指名された気がして皆さん助けてください。一緒によろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。あ、ガスト、うわ、星ずっと、うわ、そりゃショック。でも引いてくれたの、ありがとう、引いてくれてありがとう。ランクインしたらユキナ喜ぶよ。喜ばないユキナがどこにいるのでしょうか。いや、まだ泥棒もダメですよ。ビルクじゃないですよ、もう怪力ですから。サブキでもありがとう。あ、ワンリキやった、ごめん。そう、でもなんか初めての、私初めてイベントに出るんですよ、こういう。だからちょっと頑張りたい。なーにーてつ、そうだよね、なんか多分今回多分100位入るの大変。本当にあの僕200位、あのありがとうございますってあのするしますので、私自身がめっちゃ頑張んなきゃだよね。そう、そういうことはできるんだけど、今の予選はもうドボン
しかできない。そう、長続きしたことがなくて頑張ります。どうかよろしくお願いしますみんなで掘れば一人石油石油の話になっちゃった。お仕事頑張ってね。ちょっと暑くなってきた、あのエアコンが効いてさ。あの予選、そう、とりあえず鎌地ゆきののカードをもう1枚でも多くデッキに入れてください。デッキに入ってるだけで大丈夫けど、欲しいな対戦。だからもうこのとりあえずまず頑張りましょうって感じです。ね、自費出版だねナイロン6 気持ちは10枚入れてます。ありがとうありがとうあ、パラダイスか、間違えナイロン66、みんな知ってる？ナイロン66、そうそうそう、え、日付変更戦、ほんとね。そう、1枚でももう1枚で神様、5枚だったら、待ってね、どうしよう、1枚で神様、5枚何様5枚だったら何様課金が禁止、え、わかんない、何もわかんない。対戦しようね、絶対。様って意味じゃなくて、あの何様になるってことじゃあねUR と SEC しか出なかった。でもそれでも嬉しい、すごいじゃん UR って。お前何様やねんってことじゃないですよ。とありがとう、まあ、神様掛け語でどうするどこかへあるですね誕生日カードゲットしてないですか皆さん。かまちょ推しにします。ギリ持ってる、よかったUR だけない。でもありがとうです。いけなくてもあのぜひデッキに入れていただけるとあり、入れてほしいです。もう魅力じゃない雪だるまだった、ありがとうございます順位が上がりません。ちょっとリップ塗ろうまあ効率よくさ、私は一番強くなれるんでしょうか。覚醒してる、うわ、よかった、嬉しい。峰松さん、いちごちゃんありがとう、初めて来ました、ありがとう。なんかあのすごいあの上手な方とかいるみたいで、皆さんなんかこう例えばみたいなので、ゆきなさんをあのと一緒に頑張ってくれる方はぜひあの
聞いてみてください。あのメッセージなど送って、みんなで、みんなでもこれ団体戦だからみんなでえ、今日すごくない？今日人多いですね。今日人多くないですか、ショールームえ、だって今日人多くないですか。あれ今日何時、5時間ぐらい配信してる今日。あ、そう、騎馬戦的な評判になってるの、ありがとうあ、花金やけんか、ごめん、調子乗りました、すみません調子に乗りました、みんなの言葉にちょっと調子に乗ってすみませんでしたすみません話題になってるって聞いて調子に乗っちゃった花金でした、花金のおかげでした、ありがとうございます花金本当一番楽しい、ありがとう。和太鼓になってるの、えみんな追い込まないで私を。朝7時前にハートを使い切ろうねだそうです。ぜひ皆さん、一緒によろしくお願いします。ドボンイベント、ドボンイベントじゃない、写真集イベント。目薬ちょっと手元にない。イベント参加、そう、参加しますのでぜひお願いします。あ、7時にハートが更新されますだそうです。皆さん7時にハートが更新されるらしいです。あとあれだね、あと私が思ったのは、多分たくさん普段だったら多分忖度してくれるファンの方とか多分いるんだけど、多分もうこれはもう私、もうみんな私のカード言ってくれてたら誰がゲットしてくれてももういいことだから、もう忖度なしでたくさんたくさん対戦できるようにした方がいい。昨日はもう死、昨日は死です。もうなんかその長期戦になるかはみたいな、よりかはみたいな。ひらがなキャスターさん、いちごちゃんありがとう。そうだね、推し同士でね気が引けた、確かに確かに。でもまあまあ負けてもポイントはもハートがもったいないか。昨日花粉症だったの。そうですよ皆さん、お金の貧乏にならないでくださいね、私のせいで本当にあの楽しくやりましょう。無茶しない、あの無茶しない程度に無茶しましょう無茶なこと言ってる、どうでも思いますかこんな人。のだからみんなが用事があれば用事を優先。そう、節度を持った無茶、それが言いたかった。そう、ちょっと分かんないけど、だからなんかもう元々入ってた用事があった、久しぶりに遊ぶんだとかあったらもうそれは優先しましょうってこと。でもその以外の時間で頑張りましょう、できる時間で全力で頑張りましょうってこと。そう、何無茶してって、何どういうこと。あ、さん無茶しない程度に無茶してください28日の4時から16時からです。はい、16時陰ながら表ながら応援してほしいです表ながら、今が無茶する時だそうです。ですです、こんばんは、チュンチュンさん、いちごちゃんありがとう。
あざとかわいく、あざとかわいい。あ、1万人超えた、ありがとうございます。無茶して無理無理無理、ちょっと待って、無理かも、言えない言えないいいようにぐらいでカードを育成していただき、引けそう、引けない、え、私の誕生日カード持ってないの、カード持ってないか、だったらあれか、じゃあリセバラしますかダメマーボーさん、ハートありがとうね。もうあの上位にね、皆さんも、もう私はいっぱい、もう終わったらもうますので本当によろしくお願いします。台風の目どういうことじゃろう。私全部ね、全部覚醒した始まった時に、あ、応援グッズ1個虹色になりました。私も虹色になりましたです。ちょっと私もちょっと虹色、まだ1個しかなくて3つ虹色にしたい。倍率下が、ああそうなのか、倍、あ、 N とかは下がらないの、倍率は。応援グッズもなんかパーセントが上がるんでしょ。だから全部虹色にしたいから、コインいいねお願いします、コメントするのでどれくらいかかるんだろう、運次第かな。まあ、ということでちょっと私もお時間、これから運動をしに行ってくるので、運動するので、ちょっとじゃあランキングを、耳出てた耳出てた出た、あ、もうカマちゃん水着にしようの回でも何でもいいです何でもいいです、ありがとう、あの一緒に頑張ってくれたら、もうそれだけで私はもうサッチなので、あの一緒に頑張って、はい、よし、じゃあ読みます。愛さは圧倒的強さ、わあ優しい、ありがとうありがとうございます、ありがとう。11位ドリームパスポートさん、あっとドボンって何ですか、知ってますよね3さん、あっとユッキーやドボンイベント3位以内ガンバ頑張るの、準備満タン、ありがとうございます、声低くなった、ありがとうございます。あと配信後10分間おすすめプランをかまち、かまって、よしってことで G8 見て